なかなか点決めなかったんで、僕も正直焦ってますけど、やっと決めてほっとします。今日はリーグ戦初のベンチスタートでした。前半どのようにゲームをご覧になってましたか？まあ、トスについてなかなかうまくいかなかったですけど、まあ、自分が入ったら積極的に仕掛けることを意識してたんで、後半からいい入りできたなと思います。そしてすぐ仕事につながりました。あのゴール振り返っていただけますか？シュルツからの、まあ、ループパスすごい良かったですし、まあ、本当もう打ってみようっていう感じで打ったら入ったんで良かったです。体を預けながらちょっと難しい体勢だったと思いますが、お気持ちで押し込みました。ちょうどゴール裏側でサポーターの皆さんの前、気持ちよかったんじゃないですか？最高です。はい、さあそれでは今日も受け戦ってくださったサポーターの皆さんに前メッセージをお願いします。リーグ優勝するためにまだまだ勝ち点が足りないですし、もう一度一体感を持って一緒に戦ってください。よろしくお願いします。